こんにちは、リータです。現在走っているのは神奈川県にある小田原厚木道路です。箱根側、小田原側から厚木側に今向かっているところになります。まあ、下り線、上り線っていうのかな、そっち側今走っていて、あと3キロで二宮インターに着くというか、まあ、通過するというトンネルを走っています。で、本日ですね、なんかすごいんですよ、ここ小田原厚木道路が暑いと言っても、警察が暑いんですね。すごい、まあ、まず箱根に向かう道中に3台ですね、捕まっている車を見たんですね。最初小田原厚木道路に入ってすぐ、まあ、反対側、もうすぐ厚木に着くっていうところで最後捕まっている車がいて、あとはまあ走行中にですね、自分の走っている方、小田原に向かう方の道で2台捕まっていました。覆面パトカーがですね、今すごい出てますね。で、まあ小田原箱根に行って、まあ、帰り道なんですけど、まあ、早速、まあ、1台捕まってたんですね、こっちで。で、まあ、やばいと、もう4台目だと思ってみたら、今さっき料金所、小田原の料金所を通過したんですけど、反対車線でまた捕まってたんですよ。5台捕まってました。ってことはもうこの後ももう1台くらい捕まっててもおかしくないっていうくらいですね。もうなんかもう往復で5台覆面に車が捕まってるって、もう異常事態じゃないかっていう感じですよね。びっくりしました。っていうのも多分この今ですね、緊急事態宣言が出ていて、走っている車がそんなに多くないんですね。なのでスピードが出せちゃうということなんです。そしてしかもこの小田原厚木道路が、まあ厄介なことに最高速度が70キロなんですね。まあ、こんな普通の高速道路も100キロ出しても走れるようなこんな道なんですけど、走れるかわかんないですけど、一応これです。70キロっていうね、見えますかね、70キロ、あ、見えないな、くらいな、時速70キロ制限なので、まあ普通にここで100キロ仮に出してたら、もうそれだけで30キロオーバーになるんですね。大変なことになりますよ。違反点数も怖い。そうなんです。しかもね、その覆面をさっきみんな横目に見てるはずなのに、まあ、ビュンビュン行くんですね。まあちょっと怖いなとか思ってる車左にいるんでしょうけど、まああんまり危機感がない人たちは右車線を飛ばしていくわけですよ。そうすると、まあ後で餌食になるんじゃないかなと思います。まあ本日6台目は誰になるのかなって感じですよね。気をつけてねって感じですけどね。初心者マークつけててもね、やっぱみんな行きますよね。だってこの道70キロに見えないもん、ね、もう古い道だし、なんかこんな2車線で結構ね、これ上り下りとかも結構激しいし、結構カーブも急だったりするんですね。なんでまあそんなこともあっての70キロ制限だと思うんで、まあ昔からの道なんで、多分そもそもあんまり高規格の道じゃないんで、しょうがないんですけど。はい。しかもまあね、小田原厚木道路安いんですよ。ETC のこの土日の割引なんかやると、全区間走っても520円で走れちゃうんで、260円かける2なんで、520、往復しても、まあ、1040円とかそんなもんなんですね。で、まあ安い道なんで、だから警察がいっぱいいていいってわけじゃないですけど、なんかそのね、道が安い分の警察が稼いでるみたいなね、そんなわけじゃないんですけど。はい。で、まあ皆さんに神奈川ね、県外から来てるナンバーの人も結構いるんですよ。さっき捕まった車も県外のナンバーだったし、まあ警察は別にそのナンバー見て、こいつまあ、県外から来てるから捕まえてやる、使うわけじゃなくて、まあ単純にですね、速い車、片っ端が捕まえてるんだと思うんで、あれなんですけど、まあ、県内の人はもちろん、まあ、慣れてる人だったら多分知ってるんで、まあ、ゆっくり走ってると思うんですけど、まあ、知らないで、こうね、ビュンビュン飛ばして捕まったら、せっかく神奈川まで来てくれてるのに、まあ、今あまり来てくれてるって感じじゃないですけどね、緊急事態だからね。だからまあ、せっかくね、平時だったら観光で来てくれてたりするのに、嫌な思い出で、ね、帰るのなんか県民としても申し訳ないなと思うので、ぜひここ気をつけてほしいなと思います。あとはですね、なんだろうな、まあこの道に限らずですね、まあ、交通事故に気をつけてくださいって感じです。もう本当にもうここも早いなんとなく本当にもう警察にとってはこのいい狩り場に、本当に狩り場って感じですよ。もうすごいよ、もう片っ端からもう漁場みたいな、なんかもう
すごいもん、ここ。警察、自分が警察だったらもう面白いんじゃないかってくらい、もうこんな、ビュン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 飛ばしても。だってさっき膨らみ見たばっかでしょ、この人。だって、早いな。あー、そんな感じです。はい。警察の方はですね、別に、警察が悪いわけではないので、お仕事お疲れ様ですっていう感じですね。はい。なんで、もう誰が悪いってわけでもないんですけどね。そういう古い道で、70キロ制限の道がありますよってことなんで、はい、ぜひ気をつけてくださいっていう感じです。まあ今日はね、大したネタないんですよ。まあそれだけなんですけど、小田原厚木道路っていうね、道が、動画の中でもちょいちょい出てきてるとは思うんですけれども、改めてこの道を紹介するってことがなかったんですね。この道って厚木市、神奈川県厚木市の厚木インターの方、東名高速道路の方までこの道繋がってるんですね。で、反対側の小田原まで行きます。小田原城とかの小田原ですね。まあそっちまで行きまして、まあ平塚とか大磯とか二宮とか、まあそういったところを途中に通りながら行くっていう感じです。途中に料金所が、平塚と小田原かな、その2カ所があるっていうところですね。まあ、ここに出口が出てきました。これが大磯の出口ですね。パーキングもあるのかな。そうですね、大磯パーキング、まあ、ここ唯一のパーキングだったかな。あんまりそんなに寄ったことはないんですけど、まあ、トイレとかはあっていいんじゃないかなっていう感じですね。はい。では皆さんも運転されている方はぜひ安全運転、まあ、この調子でですね、この調子じゃない、今後もですね、気をつけて、僕も気をつけようと思いますので、お互いね、死なないようにしましょうね。はい。ということで、まあ、本日の動画は以上です。普段は神奈川県の観光情報とか、お得情報とか、あげてるんですけど、まあ、今日はちょっとふと、なんかやたら覆面が多いなと思ったので、こんな動画も作ってみました。ではまた次回の動画でお会いしましょう。よろしければチャンネル登録とかよろしくお願いします。ではまた、さよなら。